シュマリ内道立自然公園は、北海道雨流郡幌加内町、市別市、手塩郡延別町、苫間前郡羽幌町にある自然公園。公園は、ダムによってせき止められて形成した、シュマリ内湖や内湖、内川の故障地域、手塩山地最広報のぴっしり山を中心とする山岳地域に分けられる。シュマリ内湖は、雨流川の上流に建設した、 ウ流第一ダムによる人造湖であり、常時満水までの面積2373ヘクタールは人造湖として日本国内最大になっており、周囲約40キロメートル、水深約40メートルある。岬角、湾乳などの変化に富み、大小の島々が浮かんでいる。宇都内湖も、宇都内川の下流部が、ウ流第二ダムによってせき止められた人造湖である。これら湖障は、 支流の多い過酷が深く水没したために形成したものであり、他の北海道内の自然湖や人造湖では見ることのできない特殊な地形、景観になっている。公園周辺は北海道大学の雨流研究林になっており、ダム建設用地を売却している。故障の周囲には水なら、春にれ、おひょう、板やかえでなどの紅葉樹を、おもとし、とど松などの針葉樹が混交している。 シュマリナイコにはイトウ、アメマス、ワカサギなどが生息している。標高線三十一点五メートルのピッシリ山は、高地が周海岸によって形成しており、標高六百メートル付近から、崖カンが多く現れるが、標高七百メートルを超えると崖カンのソリンを、主とした、更新混乱地になる。標高線メートル付近の岩歴地になると、廃末に、混じりキバナシャクナゲ、コケモモ、 丸橋もつけなどの鉱山植物を見ることができる。ありがとうございます。